リスナーさんを引退した？ああいう時はなんかね、よくわかんないけど、いなくなるんだよ、リスナーなんてね。それの繰り返しですよ。今まで何回あったもう、ねえ、毎日毎日ですよ、そんなんね。いなくなったり増えたり、いなくなったり増えたりなんて。ただ、ねえ、前から言ってますけど、私は今見てくれる人が大事なんでね。それでも見てくれる人、甘えんちょちょばかりやとチャレンジャーに。今見てくれてる人のために私は放送をつけてるんだよね。ねえ。その去った人に対してさ、ねえ、気使ってるより今見てる方の人の方が絶対大事だと思うんだよ。ねえ、だから何も言わないし。そうだよ。それに気使って放送してたらそういう放送になっちゃうんだよね。やっぱりね。未来がない。そういうことですよ。そういう配信になるか、こびってさ。例えばアイテム投げてくれてるね。今アイテム投げてくれるマーユンちゃんになって一回いなくなってんだから、すぐ戻ってきたでしょ何ヶ月前 ?3 ヶ月、4ヶ月前にいなくなっても戻ってきてくれたりとかね。それでもう新幹線の乗り場に迎え、プライベートにね、迎えに来てくれたりとか、お迎えに来てくれたりとか、手伝ってくれてんやん。ねえ、相当だよ。で、見事にさ、フォローも外れてるわけよ。言わないと思ったけど、なんかムカついてきたから言うけどね、私ね。こっちだって有権にあるね、あっちも言ってんだからね、ツイートで。わざわざご丁寧にね、フォロー外してくださいって言いながら自分で私のフォロー外してんだからさ。それなんかそこにね、TJ さんがなんかがね、あのコメントしててさ、そのツイートにね、それなんか慣れ合ってるわけよ。だから結局ね、配信者と慣れ合いたい人かなって、この人ね。そういう目線なんだ、やっぱりさ。そうだ、めんどくせえよなってね、こっち側からしては。ね、あとリスナーさんとリップで話したりとかね、ツイッター上でね。慣れ合いは、ね、破滅を呼ぶっつのはマジであるよね。まあ私に原因があるとしてもね。なんか今見てると思いますけど、ね、あなたね、私に LINE 送ってきたよね、この前回ね、課金リスナーさんが離れた時に僕は、ね、ああいう風に裏とかでね、わざわざ去るとかね、言うことを言わないっすよ、みたいな。そう LINE くれたんだからね。ね、ああいうのどう思いますみたいな LINE が来たんで、その人がツイートしてんだからさ。どういうこと？言ってることとやってること違うんじゃないの？あなたじゃないの？やってること。そんなんでね、私のこと文句言えないよねって話だよ。だからみんな覚えといてね、一気に私からいなくなったら攻撃するからね、私もね。ここにいる分にはね、みんなを守りますけど、こっからいなくなった瞬間に私は攻撃態勢に入るんでな。だって関係ないもん。ね。当たり前やん。当たり前は私のリスナーじゃないんだから。去るものを追わずって言ってたけど、追わないけど、ね、追わないけど言うよって話よね。だって私だって言われっぱなしで毎日毎日ね、こっちだってストレスたまんね、私だって言いたい時あるよ。ね、リスナーさんの悪口だって言いたい時あるよ。ね、ここはこうだって思う時もありますよ。ね、みんなが思う以上にね、私も思ってんだよ。ね、みんなのこと。そうだよ。一方的に好かれてるわけじゃないんだからさ、こっちだってね。ねえ。特にあの人なんて、エヴァンゲリオンの画像を作ってくれたりとか、コーラ作ってくれたりとかね。ねえ、いろんな画像とか動画とか作ってくれて、私も気に入ってね、放送とかでさ、流したりとかね。ねえ、こういうの作ってもらって、ね、嬉しいんだよ、とか、あったじゃん。ね。逆にそういうのがいけないのかなって、差別っていうかさ、区別っていうかさ、そういう、なんたくさんリスナーさんがいるのに、その中で、一人だけね、こう、面倒を見るじゃないけど、なんていうの、そういうの。ひいき。
そうすると、やっぱり私に対して、やっぱ特別感とかさ、別に偉そうに語ってるわけじゃないんだけど、そういうふうに思っちゃうのかなって、お友達とかさ、ちょっと近い感じとかね。だからちょっとしたことで、やっぱり、揉め事になるし、ね、そういう感じになっちゃうのかなってね。だからね、私がもっと鬼になればいいんだよ。え？甘やかしちゃダメってことだよ、お互いにな。そっちも甘やかさない、こっちも甘やかさないっつうな。え？ブロックだって入れてやるわ、バンバン。毎日毎日ね、1000人ぐらい入れてやるわ、こっちだって。ムカつくんだな。この配信者も何なんですか、魚。はい。ななちゃん、どうしたおの？はあよう。いこちゃん。おはよう。こないだごめんね、断っちゃって。あ、お弁当？うん。いいのよ。で、どうしたの？ねえ、ななちゃんのお誘い断っちゃってさ、行きたかったんだけど、病院だったの。あ、いいよいいよ、全然。本当は愛子ちゃんに食べてもらったんだ、もらいたかったの。中華弁当ね。うん。うん。あの人が食べてたね。そう、なんかちょうどヨハネちゃんも段ボール引き取るって言ってたし、ヨハネちゃん食べてもらっちゃった。奈々ちゃんの誘い、病院がなかったらなと思ったんじゃ、だけど。今度私また弁当作るから食べてよ。うん、いいよ。いい？今日からね、イベントなの。1位なの。え？愛子ちゃんが？今、1位なの。中華弁当のキャンペーンガールのイベント？違うよ。何のイベントですか？福岡のタクシーのやつ。福岡のタクシーの何ですか？デリヘルジョ？じゃあ広告に広乗るの。告？それ何？外部サイトってこと？ そう。じゃあ私も今イベント中だからさ、ぷよぷよね。投げたいけどさ、あ、私投げも。なくていいかな？枠で言って、私のことも。おじゃあ、互いななちに、ゃん。じゃあ、お互いに。同盟をじ結ゃびましょあ、奈々ちゃんに無料のアイテム投げてね。う。あ、今配信中なの？うん、配信中。奈々ちゃんもじゃあ言って。絶対に愛子ちゃんにはアイテム投げないで！ これ怒られるよ はい。ありがとうね、いっぱあ、いくれ投げたての。くれた？うん、すごいくれた。ちょっとね、投げてっていうのはあれ、規約に引っかかっちゃうかな。投げないでって言ったの。ごめんね。言い方間違えちゃった。そうでもいすごい、奈々ちゃんからいっぱい、奈々ちゃんのリスナーさんからいっぱいもらったよ。そう？じゃあまた開いてほら。あいこちゃん。いつもみたいに。そうだね。オッケー、わかった。じゃあ言っとくね。うん、言っといて。うん。はーい。じゃあ頑張りましょうね。はーい。頑張ってじね。ゃあ、うん、奈々ちゃんも。はーい。なんなの、この朝から。気持ち悪いな。ねえ。慌てないで、お嫁3番。ちっちゃっちゃ。3番。ミスリー。ちっちゃっちゃ。とかね。ぷよぷよタイムスタート！はい、行きまーす。チャキちゃん、キョウちゃん、リハちゃん、ラピちゃん、リビちゃん、エキドちゃん、クビちゃん、ぷよぷよ、ぷよぷよ、ケセラ、リターン、リンゴちゃん、ぷよぷよ、ぷよぷよ、ポンコちゃん、ベコちゃん、ニコちゃん、ぷよぷよ、ルイちゃん、チンチちゃん、エリちゃん、ぷよぷよ、ふぅ、ふぅ、花粉症、まこちゃん、ぷよぷよ、すみれちゃん、ちゃちゃちゃん、はなちゃん、きっとちゃん、あさん、みほちゃん、ぽこちゃん、ぷよぷよ、ひかり、りんご、ねここ、りんちゃん、中年姉妹、あさん、みゆちゃん、りんくろん、まやちゃん、かなちゃん、ゆうまんちゃん、ぷよぷよ、ありがとう、うん、ありがとう、うん。あたしのおっぱい、やわらかめ。一つ、二つ、合わせて、ぷよぷよ、りんごちゃん、かなちゃん、みこちゃん、やちゃん、コキンちゃん、あちちゃん、ぷよぷよ、デブちゃん、ぷよぷよ、デブちゃん、お腹もぷよぷよ、全身、ぷよぷよ、もこちゃん、にゃんちゃん、みとるちゃん、あちちゃん、ぷよぽよ、ぷよぷよ、ぷよぷよ、ぽ、ぷよ、あ、ぷよ、あ、
ぷよぷよゆうちゃん、まんちゃん、ちょくちゃん、ラブリー、ぷよ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 、ぷぷ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 ぷよ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  P-O-Y-O P-O-Y-O ぷよぷよ P-U-I-O P-U-Y-O ぷよぷよまきちゃん、なつちゃん、ピンクパさん、ぜんありがとうございます。うん、3位になった。おー、でも今日3位になったな。夜に抜かされんでな。なんかちょうだいって。お小遣いちょうだい。10円ちょうだいってね。それだけちょうだいちょうだいってね。買って買って、みたいな。あら、ぴったり。すげえぴったり。天才的。だからね、スネーク先生じゃないから。ね、みんなをじーっと見ててくれた。こうやってね、こうやってみんなをみんなをね、じーっとじーっと見続けてくれた。こうやってね、ありがとう。いつもありがとう。みんなを見てるよ、ずーっとね。で、こうやってね、痛いんだけど、もうこれもうひどー、もう枝毛レベルじゃないよね、これ。やばいんだけど、ほら。みんなになっちゃう。ひーちゃん、ひーちゃん、ふーちゃん、ぺーちゃん、ぽーちゃん、ひーちゃんってね。話聞いてる？おい！何を見てんだよ。コメント書くか、ぷよぷよ投げるか、どっちかにしろな、ほんとに。どっちなんだよ。これ違うか、おしゃれ染め。なんかまあ勘違いしてるおばちゃんたちいるけどね、一瞬しないで。これは白髪染めじゃないからね。じゃあこれね、シュッと。あたし失敗しないので。いっちゃう？いっちゃう？いっちゃう？くるりんちょ。くるりんちょったらくるりんちょ。うわぁ、なにこれ、すごーい。洋館みたい。え？これ大丈夫、バンなんないよね。これをもうこうやって塗っちゃっていいんでしょ。こういう感じで。たっぷりじゃないと染まんない？もううるさいんだけど、ほんとに。好きにやらしてよ。なんだかんだ言いながらうまくいくっしょ、いつも。今、中、インナーをやってんだからさ。ね？フィールドじゃないんだよ、今はな。インナーなの。別にな、中は別にいいやん、外だけなればな。もう LINE 送ってくんのやめて、そういうカラーバター情報。ここで書いてよ。めんどくせえな、裏で LINE ピコピコやんじゃなくてね、コメント欄に書いて、マジで。よくいるけどさ、そのね、配信中に LINE とか DM 送ってくる人。なんでここに書いてくんないんだろう。いらっしゃい。愛ちゃん、あって何を言ってんのかな？カレーラッシャンってね、なんとかあるよねって言ってたけど、今流れが早くて読めなかったです。ごめんなさいとかね。とかわらわらとか何笑ってんのか、抜け毛は大丈夫ですよ。大丈夫、大丈夫って。ね、もうすでに抜けてるしってね。おはようってね、もう何時だと思ってんの？早く起きてきなさい。受けるとか何も受けることやってないんだけどねってね。あ、ぷよぷよありがとう、ぷよぷよとかね、こういう感じになるからね。たっぷりつけなきゃダメって、だから分かってるって、もうしつこいな。今、分量を考えつつね、最後にたっぷり仕上げてく、今、細かいとこを入れてんの。ねえ。ほんとに。
もう、なんなのこの髪の毛は本当に。もう、坊主にしたい。なんなのこの、これ、相当やばいな、これ。もう、この髪にイラつく。抜けぬ髪の毛がちょっと待って、ビチビチ。やだー。これはウェット用だから多分通ると思うんだよね。ほら、あ、全然違う。え？今までの何だったの？がっつりいくよ、がっつりね。もういやーまやればいいのか。じゃあともやっとね、ほらこうやってね、これを待ってたんだろ、これを。うんこあっとな、ギャーってやっちゃうから、ギャーっとね、ちょっと待って、痛い、顔が。こうやって交互にやっていかなきゃダメだね。これ切れた？大丈夫かな？こうね。こうやって器用に。ずれないように。あれ？これどうなってんの？ちょっと待って。ほっ！オッケー。やばい、手が。パンツもずれてきた、このズボン。ケツが出ちゃう。あげたいんだけど、あげられないみたいな。どうしよう。またお母さん、おはようございます。笑われちゃった、おばあちゃん。お母さん。結構ね、ここの土地はね、怪しまれんじゃなくてね、笑ってくれるからいいよね、まだね。笑ってくれるだけありがたいよ、こっちは。あ、着きました、コインランドリー。そうですよ。はぁ、大丈夫、落ち着いた、やっと。よし、行くよー。よいしょ。うわー、でもなんかトリートメントとかいい感じね。やっぱサラサラになるね、これ。保湿がすごいって感じ。ここはさ、ほら、キッチン広くていいです、めちゃくちゃ。前の家よりは洗いやすいんだよね。きつい。きつい、体勢が。めっちゃ気持ちいい。めっちゃ気持ちいい。体入っちゃうもんだ、私の体が。シャンプーします。腰痛い。腰痛
この間通販の時に私腰痛めちゃってね、実はストレッチマシンみたいので思いっきりちゃぶ台のさ足が背中に刺さってね、めっちゃ背中痛いのよ。あー気持ちいい。あ、痩せてる。反射器点 84.7kg。 よし、いただきます。で、これあれ、豚汁とコールスローと唐揚げ弁当大盛り。これ結構シンプル。見て、ほら、今日のおすすめは豚キムチって言ってたけど、ここにもキムチ入ってるね。これこそ弁当でね、ね、私の弁当がクオリティ低いのがわかるわ。これが売り物の弁当だね、ちゃんとした。豚汁食べてみよう、豚汁。今そう、84.7kg。これめっちゃいいね、ほら。わかる？うまそうじゃん。なんか、女の人が作った豚汁だよね、これね。色具合が。わかるかな？男の豚汁じゃなくて女の豚汁だね。美味しい。めっちゃうま。これコールスロー。コールスローサラダ。最近なんかピント、あ、ここまで持ってくればいいな。コールスロー。春になるとキャベツが美味しいよね。髪の毛切ってない、今揚げてるだけ。量多いこれ。でも2食分で朝何も食べてないんでね、私ね。これ2食分、これは多いんすか？朝食べないで昼ご飯で多いこれ。ご飯が多い？豚汁はね、私吸うんだよね、味噌汁とかね。吸うと美味しいんだよ。味噌汁系はね、飲む。ってやった方が熱くないし、いいんだよね。むせない、むせないでね。だから、圭之介くんとかも昨日すすってたじゃん、味噌汁。味噌汁。いや、逆に行儀がいいんじゃない？それがマナーじゃないのかな？味噌汁、汁物すんの。味噌汁とか、音立てんの。江戸っ子とかそうじゃない？この唐揚げ。わお。おいしそう。おいしそうな唐揚げ。しっとり系かな？ん？うん。これはももじゃないね。胸肉だね。これは。これ、胸じゃない？これ。この感じ。もも？これ。胸の唐揚げだよね。ケンタッキーっぽい感じ？結構さっぱり系。このゆかりご飯がいいよね。これがまたおしゃれるね。私も結構ね、ももは、カツラずれてる。これカツラじゃないよ。ももはね、ももと胸だったら胸の方が好きかな。さっぱりしてて。
美味しい。大根、玉ねぎ、人参、ね、豚バラ、豚こまかなこれ。で、ネギ。すごいね、王道だね。あと、里芋が入ってますね。里芋。アクセントは里芋だね。ここはなんか、揚げとキャベツと人参のサラダみたいのと、あとキムチが入ってるね、ここにね。見て。見えるかな？なんだろうね、これ。油揚げだよね、多分ね、これね。揚げ豆腐？厚揚げだ。ちょっとごま油風味だね。ごま油のしょっぱいやつみたいな。なんていうのかな。うん。美味しい。幸せ。今日も美味しいご飯食べれてみんなのおかげで。ね、無職、無職言われますけど。ね、今日もご飯食べれました。ありがとうございます。というか、この豚汁だけでもお腹いっぱいになるね、これね。これでお腹いっぱい。結構豚汁ってお腹いっぱいになるよね、具材いっぱいだし。うん。大きいもん。こんな大きいんだよ。ヨーグルトと比べてごらん。ヨーグルトの半分ちょいあるよ。ねえ。だ牛丼屋さんとかでさ、例えばすき家とかでお味噌汁ついてるセットを豚汁とかに変えるとすんげえお腹いっぱいとかになるんだよ。また誰かリスナーさんやめな。もうりょうくんもそろそろやめてくれる？あなたも。ね、ニコ玉で後ろからね、ストーカーのようにつけてきてね。チャリンコで。ねえ。わかりましたとか言って。わかりましたじゃないの。あれが一番やっぱり衝撃的だったのね。いきなりね、初めて会った時だったの。リスナーさんやめます、お世話になりました。マジで言ってんの？よーくん、みんなそうやってさ、もうナイーブなんだから、ジョークでさ、言ってんのに。やめないで。ねえ、みのりちゃんね。今、みのりちゃんいなかった、そういうの珍しくない？わかる？無意識状態でみのりちゃんを見てたの。すごいよね。無意識でみのりちゃんを呼んでた。またいなくなっちゃったね、リスナーさん。ん？ユー&ミーちゃんでしょ？ねえ。京都だっけ？京都だったもんね。覚えてますよ。私はお鍋って聞いたんだよね、確かね。違ったっけ？ぶっちゃけ私と会ったことある人どんぐらいいるの？こんなの。実際に私に直接会ったことあるよっていう人。こんなにいる？こんなに会ったことあるっけ？嘘でしょ？イエティちゃんとか絶対会ってないよね。会ってんの？名前が。名前が違うって場合もあるもんな。夏平ちゃんはね、あ、でも店来たからなんとなく店来たような気がする。で、どこであったか書いて。お店はお店。ね、リアトツの場所も書いて、場所。横浜だったら横浜、新宿だったら新宿ってね。どこの場所であったか。動物公園にいる？それは豚かゴリラでしょ？それはいつでも会えるやん。金さえ払えば。
もう私がゴリラ設定みたいな、最近のリスナーさん勝手に決めつけてるわけだよね。ねえ。豚ゴリラと、そうじゃない？痩せたら言われなくなるの。どうやったら痩せんだろうね。ほんとに。みやびでギロ吐きました。思い出した、ゆいちゃちゃんが。ちょっとご飯中を話す会話じゃないけどさ、このエイタちゃんは、どこだっけな、大阪じゃなくてね、なんか遠くから来たんだよな。私がね、調子こいてね、飲ませすぎちゃったんだよな。ガバガバガバって、可愛い子だったからさ。で、お姉ちゃんとかもさ、フィーとかなってね、吉高由里子みたいな、フィーとか、飲めーとか言ってさ。そしたらもうエイタちゃん、ぐい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 行っちゃってさ、ね、もう、ウェーって出ちゃったな。お酒そんなに飲めないって言ってたもん。かわいそうだったよね。それもうグデーンってなっちゃってね。いじめじゃないけどね。わかんないね、ほら、若い子ってどんぐらい飲めんのか。サムネ買いすぎのやつとかいる？あー。ヨギママだよ、ヨギママ。ヨギママなんかさ、あんなにサポーターいるのに、急になんかね、名前が変わったりとかさ、なんかね、病んでる時はね、真っ黒になるの。もうヨギママはわかりやすいのよ。病んでる時とか落ち込んでる時に、アイコンが真っ黒になるの。え？ツイッター。うん。うまい。奈々ちゃん足何センチ ?24.5。ただちょっと最近足も太ったから、24.5 じゃきついかも。25だね。今ね。肉がついたから。昔からね、足ちっちゃいな。27センチじゃないの。大きめぐらいじゃん。必ずあのね、靴屋さん行ってもあるんだよね、サイズは。身長いくつ ?170。ただ、今体重、なんていうの？太っちゃったから洋服がないのが嫌だよね。可愛いなと思ってる洋服でも、サイズがなかったり、例えば X まで、XL までとかさ。そうなんだよ。洋服はね、買えないのが一番嫌だよね。この間のユニクロもそうじゃん。ねえ、サイズがなくてメンズにしたんでしょ？髪はブローしない。もう散々ブローしました。散々。1時間ぐらいブローしました。何の話してんだっけ？眠くなってきちゃったの、マジで。もうなんか、ご飯食べるとやっぱ眠くなるよね。これ、私だけじゃないのかな？急激に眠くなるんだよね。食後30分ぐらい。もう眠い。寝よう。疲れた。